AIM はルーマニアで製造されたアカムの派生型である。AIM とは輸出名であり、ルーマニアではピストルミトレイリラモデル1963の正式名称で呼ばれているほか、PMMD63 もしくは MD63 の略称で表記される。第二次世界大戦後、他の東欧諸国と同様に政治と軍事の両面において、 ソビエト連邦の強い影響下に置かれたルーマニアでは、軍の再建においてもソ連製兵器の影響を強く受けていたが、主力アサルトライフルの AK-47 については国産化ではなく、ソ連や他に AK-47 をライセンス生産していたワルシャワ条約機構加盟国からの輸入に頼っていた。1960年代初頭にルーマニアは、ソ連からアカムの、 製造ライセンスを取得し国産化に乗り出した。基本的な形状や構造は、ソ連製オリジナルのアカムと大差はないが、フルオート連射時のコントロール性向上を目的に、全部ハンドガード下部に、やや前方に沿った垂直フォアグリップを取り付ける改良を施した。この垂直フォアグリップは、ルーマニア製系の一大特徴となり、その後の生産型にも必ず受け継がれているが、 銃剣戦闘の際に銃を槍のように握ることができない分不利に働くほか、アンダーバレル式、グレネードランチャーを装着する際には、下部ハンドガードを取り外す必要が生じるなど、欠点も多いため、輸出型では一般的な AK と変わらない形状のハンドガードを装着することもある。陸軍では、1980年代後半に5.45、 X39mm 弾を使用するために設計されたエイムズ -74 に更新されていったが、現在でも海軍や予備役部隊などに配備されている。国外にも輸出されたが、それらがテロリストや民兵の手に渡ったほか、露角や密売によってアメリカ合衆国側につく勢力にも供給されていた。ピストルミトレイリラモデル1965アクムズと、 同型の株折りたたみ式重傷を備えた方。垂直フォアグリップは重傷を折りたたむ際の邪魔にならないようにやや後方に沿った形状に変更されている。輸出名称はエイムズ。ピストルミトレイリラモデル1990重傷をエイムズ -74 と同型の右側面を折りたたみ式重傷に変更した方。垂直フォアグリップの形状は AIM と同一形状に戻された。輸出名称は PMMD65 同様に AIMS。PMMD90 カービン PMMD90 の重心を短縮化したカービンモデル。ガスシリンダーと重心の切り詰め方は AK-102-104-105 に近く重厚部分には独自設計のフラッシュサプレッサーを装着している。ワサアメリカなどに販売されている。 民間モデル。セミオート限定。マウス s n g a k 4 7七ヒーム c クーア v n KHC ベイット LN、ボイティアット K、グラム C、ウィーンツイトン d i x 2020年8月22日閲覧。同様の改造は、ハンガリン製のアカム -63 や AMD-65 でも行われているが、AIM の垂直フォアグリップは、 木製ハンドガードから直接突き出た形状になっており、ガスシリンダーを覆う上部ハンドガードも廃止されてはいないこの重傷の期限は、東ドイツ製の PKMS-72 にまで遡る。ありがとうございます。